します。今日はオムライス、オムレツを作っていこうと思います。で使う材料がこちらです。卵ですね。卵と、菜箸、ソース盛る用の、スプーン、それからゴムベラ使っていきます。あとはフライパンとお好みのソース。で詳しい材料がこちらになります。ということで、まずフライパンを温めていきます。この時に、ポイントがフライパンの温度なんですね。高すぎてもダメですし低すぎてもダメですし、高すぎちゃうと中華の卵みたいにふわふわしちゃいますし、低すぎちゃうとフライパンにくっついちゃうので適温で、ここは入れていきます。で少しフライパンが温まったところで、油入れていきます。油 の流れ方、冷たいフライパンだと油の流れ方硬いので、少しこう油が馴染んで柔らかい感じになるのでちょっと温めます。で使う卵の量は、ご家庭だと2個から3個くらいでいいと思います。はい、少し温まってきましたら、ここで卵投入です。火は強火でお願いします。卵は溶いといて一気に入れてください。あとは、このように周りから内側にかき混ぜるように、手早く全体を混ぜていきます。もうここは休んでる暇ないので、全体にこう固まってきたかなの直前ぐらいで焼いてもらって、少し焼きます。一回トーンをしてもらって向こう側にこうスルスルスル、あとここで形を整えて、この向こう側ですね、向こう側くっついてるんでこう剥がします。あとはこうフライパンをトントンと返してもらうと、卵の向こう側がこう返ってきますので、半分ぐらいまで返ってきたところで手前に返します。あとは最後にこう形を少し整えてもらって、下を少し焼いて完成です。あとはこのまま盛り付けます。こういった形ですね。でこれをご飯の上に盛り付けて開くとこんな感じになります。オムライス、オムレツ、どっちもできると思います。はい、じゃあそんなわけで今日はオムライス、オムレツを作りましたけど、次回はスパゲティを作っていこうと思います。